初参戦の、靖国大会ということですが、小野選手、意気込みをお願いします。はい、初めて、プロレスラーとして靖国神社に上がらせてもらうので、思い切った試合をして、名前を間違えた門政選手にしっかり名前を覚えさせて、蔡選手との試合を楽しみたいと思います。よろしくお願いします。はい、そしていよいよメインイベントでございます。はい、世界ヘビー級、鈴木選手、意気込みをお願いします。お世話になっております。2年前ですか、2年前に初めて他団体の、まあ、初めてじゃないですけどね、IGF を辞めて、出たのが救いだったので、そこで立場が変わって出られるというのはすごくいいことなので、そのまま1年、今の立場のままいけるように、はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。